アートリンゼーはアメリカ出身のギタリスト、歌手、プロデューサー、作曲家。アメリカで生まれるが、父の仕事の都合で3歳の頃にブラジルに引っ越し、17歳まで過ごすことになる。ブラジルの生活の中で経験したブラジル音楽に非常に影響を受けたという。1977年にニューヨークでイクエ、モリ、ロビン・クラッチ・フィールドラと共に DNV を結成。やがて、 ニューヨークパンクを代表するバンドの一つとなる。後に、ロビンが音楽性の違いから脱退し、ベーシストとして、ティム・ライトが加入する。1978年に、ブライアン・イーノによるプロデュースのもとで制作された、前衛的なパンクバンドのコンピレーションアルバム、ノーニューヨークに参加。これを契機として、アルバムに参加した DNA や、ジェームス・チャンスザ・コントーションズ、ティーン・エイジ、 ジーザスザ・ジャークス・マーズラによって代表されるニューヨークの前衛的なロックシーンはノーウェーブとして広く知られることになる DNA の音楽性はノーウェーブムーブメントにおいても前衛的存在であったアートリンゼーは11本だけ弦を張った12弦ギターに全くチューニングを施さずに演奏し DNA 結成までドラムの演奏経験が全くなかったドラムの行方リは トムトムのレンダーなどの無機質で、機械的な変拍子のリズムを生み出した。さらに、二人を支えるティムライトのベースも不気味に歪んだ、サウンドであった。1978年、DNA での表現とは別に、ジョン・ルーリー率いるジャズコンボラウンジリザーズに参加。フェイクジャズと称されるように1950年代の、ジャズを表現した、ノーウェーブの一種。また、 同時期にラウンジリザーズに参加していたドラマーのアントン・フィアーの音楽プロジェクトゴールデン、パロミノス、ジョン・ゾーンのロックス・ソラスなどに参加した。1984年、最初のソロアルバムとなる、エンビーをアートリンゼー、アンビシャス・ラバーズ名義でリリースした後、キーボード奏者ピーター・シェラーとユニットとしてアンビシャス・ラバーズを結成。録音にはアントン・フィアー、ジョン・ゾーンなどのミュージシャンたちが参加し、 ポップミュージックにおけるニューヨークアンダーグラウンドシーンのミュージシャンをオーバーグラウンドへ牽引する存在となる。音楽性でも DNA が、ノイズパンク、ラウンジリザーズはジャズであったがこのアンビシャスラバーズにおいてアートは自身のルーツであるブラジル音楽の表現を始める。当初は7つの滞在をモチーフにアルバムを発表する予定だったが結局3枚のアルバム、エンビー、グリード、 ラストの発表で活動を休止している。1980年代後半からプロデューサーとして、カエターノベローゾや、ガルコスタラ・トロピカリズモのアーティストを、バックアップ式へのカルニーニョス・ブラウンと共にマリーザ、モンチに携わるなど、ブラジル音楽の流れを読み取り、ギタリスト・コンポーザーとしてキップハンラハンのアメリカン、クラーベ、ローリー・アンダーソン、デビッド・バーニア・坂本隆一、テイは、大抜き太鼓 芸者ガールズのレコーディングに参加する。アンビシャスラバーズ以降は、個人名義のアルバムをアンドレス・レビン、ビニシャス・カンタリア、メルヴィン・ギブス、カシン、コーネリアスらとの共同作曲で発表している。坂本隆一が1985年頃の NHKFM の番組、サウンドストリートにて語ったところによると、アート林勢は驚くべきことに、譜面も読めなければ、コードもよくわからないという。 それでも優れた音楽的センスのみを頼りに、ミュージシャンとしての活動は愚か、プロデュース業もこなしてしまうところに、彼の才能の奥深さがあるという、アーティストの性の五十音順に記す、は、ピーター・シェラーとの共同プロデュース、ありがとうございます。